お待ちください。埼玉新都心駅です。走行中危ないのでバスが止まってドア開いてからお席をお立ちください。お待たせいたしました。毎度ご乗車ありがとうございます。この車は埼玉新都心駅東口行きでございます。IC カードをご利用の場合は読み取り機にタッチしてください。途中お降りの方はブザーでお知らせください。次は大宮区役所入り口。大宮区役所入り口でございます。時刻表検索は携帯電話でバスの時刻を簡単に見られますので、発車時間がわからなかったり、変更時刻のメモが大変な時に役立ちます。東武バスオンラインで検索してから路線バスを選んで、希望の停留所と行き先を入力するだけです。ブックマークや画面メモに登録されると、毎回の確認にも便利ですので、ぜひご利用ください。この運賃箱は両替方式です。お釣りは出ません。両替をしてから運賃をお支払いください。次は、氷川参道でございます。高い合格力で文部科学大臣賞を受賞。正社員講師制の才英スクールへはこちらよりどうぞ。お客様にお願いいたします。お年寄りやお体の不自由な方、次は、東町一丁目でございます。最近、自転車の事故が増えております。携帯電話や音楽を聞きながらの運転、傘を差しての運転は法律によって禁止されています。ルールを守り、事故のないよう運転をお願いします。次は、東中町でございます。腰痛、肩こり、骨粗鬆症、捻挫、打撲などは、信号左折の田原整形外科へどうぞ。パスモ、スイカは、駅一部を除く、コンビニエンスストアでも、チャージを取り扱いしています。次は、天沼車庫でございます。次は、天沼でございます。次は、天沼住宅でございます。大宮警察署からのお知らせです。バスを降りた後に、前や後ろを横切って横断することは非常に危険です。見通しが悪く、思わぬ事故につながりますので、絶対にやめてください。次は、北袋一丁目でございます。位置情報サービスは、携帯電話でバスの現在位置が簡単にわかりますので、急いでいたり、乗り遅れが心配な時に役立ちます。東武バスオンラインで検索してから、路線バスを選んで、乗車停留所と降車停留所を入力するだけです。ブックマークや画面メモに登録されると、毎回の確認にも便利ですので、ぜひご利用ください。お待たせいたしました。次は終点。埼玉新都心駅東口。県内最大スケールの住宅展示場、埼玉新都心片倉住宅展示場前です。目に関することはお気軽にご相談ください。石田眼科医院は旧中山道岸木一丁目停留所前にございます。良い歯で健康な毎日を。埼玉新都心デンタルクリニックは武蔵野銀行3階です。この運賃箱は両替方式です。お釣りは出ません。両替をしてから運賃をお支払いください。車内事故防止のため、扉が開くまで席を立たないでください。どなた様もお忘れ物のないようご注意願います。本日は東武バスをご利用くださいまして、ありがとうございました。